きましょうか。最後の戦い、小四条。曹操の復帰に魏軍はいよいよ勢いづく。曹丕らは逃亡した奪旗を追撃、誰も知り得なかったオロチの居城小四条の所在を突き止めた。曹丕の計画もいよいよ最終段階。魏軍は小四条へと軍を進め、オロチとの最終決戦に臨んだ。小四条苦戦するだろうな、設定。曹操の敗走が負け。父よ、この戦の指揮は私に任せてもらおう。しかも元よりそのつもりよ。波動を継ぎし者の戦、オロチに披露せよ。オロチだけでなく、あなたにもご覧に入れる。総士官の波動を。しかも、わしは名のみの総大将。指揮権はお前に頼む。さあ、兵たちに声をかけてやるまい。はあ、皆つく。この戦が最後の決戦となろう。オロチを討ち、葬儀の波動を天下に示すのだ。そう、まずは相手の噴火砲を突っ込んでくるねんって感じだよね。精鋭たちよ、マジでソースも来てなかったのに勝てたわ今は。貴様らの力試すとしよう。我が力存分に味わうがいい。まあ、ここで引き当てろ。王子様はオロチ様に撃てる。敵将撃ち取った。しかも手が加わる息子のな。お父ちゃんに足くたびや。いやー、早速一暴れすることになろうか。刑事らしきことに変わりの力を持つ。普段興奮がうまい。それとなくはこれにいよう。やつらに触れ俺も倒しない。天下無双の戦に前田刑事がお相手するので相変わらず派手に暴れているな。どんな戦にも甘くてもんが必要だろう。宝石様はオロチ様に撃たれる。敵将撃ち取ったり見事でございます。敵将撃ち取ったり追撃を打ち崩すのだ。悪いな、本部隊はここまでだ。士官の戦ぶり、わしの血も騒ぐわ。ここで眺めていてもつまらん。いやー、眺めてマジでそこ割とマジで天井に沈む。
直戦してもらってもしょうがないわ。文化法を使えばオロチも重い腰を上げるだろう。我が力本部に味わうがいい。我が力本部に味わうがいい。今ごとオロチに侍う奴らを撃つ。伊達の船を天下にしなし。俺もやりますね。うせえ。どうせ貴様はオロチと手が痛る。進撃を突き進むのだ。どうせ貴様はオロチ様に撃たれる。もう終わりか。弱い敵将だ。見事でございます。ここででも曹操のダメージ与えんのな。忍びないっていうか嫌なんだよ。貴様はここで切り当てろ。エンジン見てくれ、そうそう。ほんとそれだよ。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。あ、嘘嘘。え、ダッキ強くね。危ない。なにそれ。マジで悪かった。それなりに楽しめたかな。じゃあね。敵将、撃ち取った。危ねえ。俺もやりますね。残る砦は一つ。本当に死ぬとこだった今。逆に考えて最後なんだろう、全部倒すんじゃなくて俺との対マンでいこう。あの
拠点だけ残して連れていくわ。よしよしよし、しっかり制圧できてる。バカめ、わざわざやられに来よったか。わざわざやられに来よったかで策があるかと思ったら別にない。やりに行くんで、よし。あ、やばい、結構そうそう。あ、やばい、はいはい、あいつは多分やる、行く。あ、あ、ちょっと待って、お願いだからそっち行かないで。おい、直接来るよ。本当に勘弁してほしい。あー、やばい、城から入ってくる。オロチへの橋が降りた。攻撃をやめよ。あ、あれでちょっと敵残したのにわざと。ダメだこれ。しかもさっきより戦力少ないから俺たちは悪い。俺を倒さねばオロチには会えん。死にたくなった。サルだ。めっちゃ痛い、めっちゃ痛い。邪魔するならば超えていくしか。そう言われてサルくらいの望みはある。逆だ、最強の子を持ちながらなぜオロチ。最強はオロチ。突然前が超える。あの2倍のやつあえて取らない、まだ。その勢い
で突き崩すのだ。俺を倒すとは、貴様まさに無双よ。とうとうここまで来たか。あー来やがった。あー曹操軍くそ、来なくていいから。あー来やがった、くそ。馬まで、あと馬なら示すのだ。貴様らの総合の力を我に見せる。あーほら来た。攻撃力2倍のうちにどれだけダメージ与えられるか。あ、まあ悪くない悪くない。お前は消え去るのだ。そういうことされるとやばい。反抗力強いんだよな。あ、バカ。ああもう本気とかやめて。あ待って、こういうの2倍になってるこいつ。そういうことか。あーもうこれがきつい。ちょっと待って待って。ああもうそろそろじっとしてて本当にお願いだから。そろそろ本当に。ああちょっと、あムカつくわ。あとちょっと、そろそろ本当もうマジでじっとしろ、マジでじっとしろ。よしよし、打ち取った。危な、マジで危なかった今。そうそう、今ちょっとちらっと体力見えたけど無視的だったよ。アップでクリア。はあ危ない。マジでそホッとしたわ。ああ変な汗かいた。オロチはこの総猛徳の前に倒れた。終わってはいない。波動はまだ道半ば。私がなさねばならぬ。波動か。前から一つ聞きたかったのだが、それは皆が笑って暮らせるものなのか。少なくともお前は笑いそうにないな。ボスでも自分でもなく突っ込んできた曹操の体力が気になるラスボス戦。ほんとそれな。はい、という終わった。皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。これでとりあえず、動画シリーズを含めてオロチの無双オロチの、ストーリーは全部終わりましたね。というところで、よかったら他の食編、5編、戦国編、これも再生リストで残してあるんでご覧いただければと思います。それでは、今夜はお疲れ様でした。また別の動画でお会いしましょう。ウカでした。またね。あ、チャンネル登録よろしくね。またね。最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。明日の動画でお会いしましょう。レイでした。ウカでした。あれ、うん、俺がレイだ。
おお認めんな